ああ、皆さんのおかげで無事帝都に着けました。これで妻と娘との約束を守れます。本当にありがとうございました。もうすぐパパとママの結婚式が見られるんだ。あん、嬉しいな。ねえねえ、お兄ちゃんたちもパパとママの結婚式を見に来てね。ごめんよ、アン。俺たちやらなきゃいけないことがあるんだ。じゃあコンチャイトもパパとママの結婚式見に来てくれないの？結婚式、婚姻関係を周囲に宣伝するためだけに行われる不合理な儀式。宣伝不合理？皇帝、お前の両親は儀式などという不要なものに不要な時間を割く愚か者。自分には理解不能だ。パパもママも愚か者じゃないよ。アンのお願いを聞いてくれたんだもん。そんなこと言うなんてひどいよ、クーチャイト。自分は事実を提示したまで非難を受けるいわれはない。てめえそんな言い方ねって言ってえな。おい、お前一体何でできてんだよ。装甲はヘイムダル合金製、体は主に経過ビフロストで構成されている。たとえ相馬を持っていようが、やっぱただの作り物だな。人のスピリアが何にも分かってねえ。てめえのスピリアはその体みてえに経過ビフなんとかでできてんのか。言い方ってもんがあんだろ、このバカ。バカ？それは自身より知的水準の低い存在に対して使用する。うるせえよ、もう黙ってろ、このバカ。ごめんよ、アン。俺たちこれから大切な人を探しに行かなきゃならないんだ。だから俺たちの分までアンがパパとママをお祝いしてあげてね。いいんです、いいんです。こちらこそアンが無理を言ってすみません。さあ、アン、行きましょう。うん。クンチャイト、ひどいなんて言ってごめんね。お兄ちゃんたちみんなありがとう。いい子だね。聞いたか、あんな小さな子がてめえを気遣って一言残していくんだぞ。あの子の気持ちがわからねえてめえのスピリアなんざ、やっぱただの作り物だ。皇帝、自分のスピリアは。うるせえ、てめえのごたくなんざ聞きたかねえよ。おら、よた話はそのくらいにしとけ。もう琥珀とイネスはエストレイガに来てるかもしれねえぞ。さあ、手紙の届け先ベンリアガネットを探そうぜ。以上がシャルローとユーライオで発生したデスピリ病のあらましです。確保を命じられた少女はユーライオ以降消息不明。メテオライト一行に関する情報は以上です。その程度の報告を今さら。まるで子供の使いだな。は？すでにユーライオでの連中の動向については情報が入っておる。コーネルピンが彼ら一行と接触、例の少女は軍の手に落ちた可能性が高いとな。しかし父上、あの少女のスピリアにどのような力があるというのですか。デスピリ病なら我ら教会の力だけで十分沈められます。今はデスピリ病などどうでもよい。この件はもはやそのような次元の話ではないの。彼女を軍に奪われたとあらば一戦も覚悟せねばなるまい。世は生徒プランスールへ移る。北の教場生徒フランスールにですか。うん、あの町こそ
対帝国軍戦を想定した我がバレイア教会の拠点だからな。ペリドット、要をプランスールまで護衛せよ。これは皇帝陛下、このような場所に一体何の御用でありましょう。あの、どうしても気になって。どうかカルセドニーを叱らないでください。カルセドニーの報告が遅れたのは、私がシングさんたちの行き先を黙っていたせいなのです。奴らの行き先をご存知だったのですか。控えろカルセドニー。カルセドニーは結晶騎士の職務を立派に務めておりますよ。そうですか。それならいいのですが、デスピル病への対策はどうなっているのでしょう。デスピル病、ああ、地方で少々見受けられる流行り病ですな。それがいかがされました。あれは恐ろしい病気です。早急に全国の被害状況をまとめ、結晶騎士だけでなく軍とも協力して対処すべきでは。困りましたな。今はたかが地方の流行り病になどかかずらっている状況ではないのですが、そのような流言を陛下のお耳に入れる者がいるのは厳重に処罰せねばなりませんな。一体何者がそのような。まずはシャルルのメイドあたりを取り調べてみましょうか。いえ、わかりました。いずれ教会が十分な対処をしてくれると信じますわ。お分かりいただければ結構。私は所用で席を外しますが、陛下はどうぞごゆっくり。おお、そうだ、久しぶりにカルセドニーと遠乗りにでも出られてはいかがですかな。陛下が帝都におられては軍がよからぬことを企みかね。カルセドニー、近日中に陛下をプランスールへお連れしろ。わかったな。はっ、かしこまりました。ごめんなさいカルセドニー、私は。皇帝陛下ともあろうお方が臣下に謝罪など不要です。ごめんな。さあ陛下、城までお送りします。予定通り私たちの方が先に着いたようね。あのイネス、どうして新しいスピルオンを私に戻さないの。琥珀、あなたとこのスピルオンのことでお願いがあるの。聞いてくれるかしら。お願い。スピルオンの少女と運び屋か。再び帝都に姿を現すとは、結晶騎士団もなめられたものだな。結晶騎士。女、指先一つでも動かしたら撃つ。あらら、完全に動きを読まれたわね。運び屋、そのスピルーンを渡してもらおうか。言っておくが、投げる隙に余計な真似はするなよ。メテオライトがいなければこの程度か。奴はどこへ行った。結晶騎士に恐れをなして逃げ出したか。シングは逃げたりなんかするもんか。
会えて嬉しいぞ、メテオライト。ここでまとめて借りを返させてもらう。やめろカルセドニー、今は俺たちと揉めてる場合じゃない。軍が本気で教会を襲う準備をしてるんだ。このままだと町の人を巻き込んで戦争になるぞ。軍が教会を襲う？仮にそれが事実でも、帝国軍の兵士など我ら結晶騎士が、いや私の相馬が打ち砕いてやるさ。でも普通の兵士じゃないの。ゼルモを憑依させた恐怖も悲しみも持たない軍隊なの。ならばなおのこと、君のスピルーンの秘密を手に入れなければな。やめてカルセドニー。この人たちは私の恩人です。パライバ様、お下がりください。マリンさん、そうか、カルセドニー、マリンさんの騎士ってお前のことだったのか。知ってるのか、マリンさんはお前の気持ちがわからないって泣いてたんだぞ。何が結晶騎士だ。女の子を泣かせて平気なやつが騎士でなんかあるもんか。なんだと、貴様に私とパライバ様の何がわかる。やめてカル、シングさんの話を聞いてあげて。昔の優しいカルならそうしたはずよ。なのに今のあなたはすぐ力に頼る。なぜです、なぜあなたまで他の大人たちと同じになってしまうの。あの頃のカルは亡くなってしまったの。私には今のあなたが分からない。昔のあの優しいカルのいない世界になって私はもう生きていたくありません。そんな、僕は一刻も早くあなたをお守りできる騎士になりたくて。どうしたの。誰もが認めるあなたの騎士になりたい、ただそれだけなのに。落ち着いてください、カルセドニー様。僕のやってきたことが、僕がパライバ様を悲しませるなんて。カルセドニー様、私は知っています、あなたの強い思いを、あなたが歩んできた道を。それはいつか必ずパライバ様に伝わるはずです。パライバ様のため、そしてご自分のために、今スピリアを見失ってはなりません。バイロックス、僕のスピルーンが暴走を、パライバ様を悲しませる未熟な僕自身への怒りが溢れて、うわっ。カル様、あなたの苦しみは私の苦しみ、この命に代えてお救いします。それが幼き頃よりお仕えしてきた私の役目。結晶騎士め、せっかく奪い返したスピルーンをまた取り込みやがって。だったら何度だって取り返すだけさ。俺たちもスピルリンクだ。
よくぞ見破った。俺様は筋肉、もとい不思議料理人ワンダーシェフ。食の幸せを伝えるため、今日はこのレシピをプレゼントだ。たくさん食べて筋肉もりもり。ではまた会おう。これがカルセドニーのスピルメイズ。あのバイロクスって大男は相当な使い手よ。油断しないで。リチア様と類似する思念発動を確認。発生源と推定されるセルレイドに対しスピルリンクを実行する。こいつは驚いた。ソーマを使うばかりがスピルリンクまでできるのか。先ほどの騎士の思念発動はその器の少女が原因か。理解不能。なんだこの現象は。この光は琥珀のスピルーンの在処を示してるんだ。器のスピルーンの在処。なぜ器の少女のスピルーン。スピリアの結晶が他者のスピルメイズにあるのだ。状況の説明を求める。そんな暇あるかよ。急がねえと琥珀のスピルーンが奪われちまうんだぞ。機械の兄さん、
そうなりゃお前さんの知りたいことにもたどり着けなくなるんじゃねえのかい。さあ一緒に来るのか来ねえのかどうするよ。状況承認、引き続き同行の許可を請う。だがいずれ必ず説明してもらう。話は決まったな。じゃあ行こう。スピルリンクができるなんてよ、てめえのその手みてえなのはマジで相馬なんだな。皇帝、疑似スピリアの実験用に試作装備された多目的型相馬デックスだ。へっ、腕が2本も多いなんてよ、なかなか似合ってるぜ。まるで絵本に出てくる蜘蛛の化け物みてえだな。自分を挑発しているのなら無駄だ。自分の疑似スピリアは主以外の言葉に反応しないよう調整されている。そもそも蜘蛛の足は8本、比喩として不適切だな。主以外の言葉に反応しねえようスピリアを調整されてるだと、それこそ化け物じゃねえか。邪魔すんなら容赦しねえ。よし、いける。
この程度でやっと盛り上げる甘いやべ絶対に次だやるじゃねえか。すげえ、一体どこにそんなパワーが。やってやる。はあ、せいせいさん、回転し、爆撃する。くらえ、せいせいさん、回転する。はあ、せいさん、だ、おりゃ回転し、次来信。綺麗なバラにはトゲがある。さっさと片付けるぞ。よし、いける。お題は高くつくわ。いけない。ちったやるじゃねえか。翡翠こそ。出やがったな。くらえ、ハッハッハイレンジ爆撃。この程度でちったやるじゃねえか。もっと強く。お題は高くつくわ。せっかせっかく入れてばっかりくらえ無駄よ。せっかくらえこの程度でやばっせっかくらえどこまでだばっかりくらえきれいなバラにはトゲが。you
バラにはトゲがある。まだまだ強い。かってこい、ゼロム。歌い火の死ぬ。ハーラッセ、ファイナルジャーベルジャーベルジャーベルクラッツェ、アマイヨレッツェ、ジャーベルアクトクラハーラッセ、ファイナルジャーベルThank you.
よし、あとはスピルーンを回収するだけだ。あった、琥珀のスピルーンだ。もう追いついてきたか。スピルーンの破片を確認。破片よりリチア様固有の思念パターンを感知。我が主よ、今お助けします。なんだこいつは。だが誰であろうとこのスピルーンは渡さん。俺たちも行こう。何人たりとも邪魔はさせん。クラゲイバーキス、見せてやる。手間かけさせやがって。すごい執念ね。スピルーンは返してもらうよ。バイロックさん。それを渡すわけには。これ以上カル様のスピリアを傷つけるわけにはいかんのだ。攻撃対象、敵対行動を継続。これより完全排除を実行する。やめろ、バイロックスをいじめるな。スピルーンがもう一つ。貴様ら逃亡する気か。やべえ、見つかった。ジョーちゃんのスピルーンが。ねえ、こんな時にややこしい。でもよ、光が2つ。1つはあの結晶騎士に。あいつもう1つ持ってたんだ。あれがエストレイガから逃げる時、ジョーちゃんの光があいつを刺した理由か。バイロックスをいじめるな。いじめは嫌いだ。父上もパライバ様をいじめた。大好きなパライバ様がいつも悲しそうにしていても僕は何もできなかった。あなたはカル様。そんな時バイロックスだけが僕の味方になってくれた。僕が強い騎士になって、パライバ様がいつも笑っていられる国を作ればいいって励ましてくれたんだ。それが
僕の目標になった。バイロクスが示し、僕が誓ったパライバ様のための夢、僕の夢だ。これがカルセドニーの本当の思い。いくつスピルーンがあろうと問題ではない。まとめて回収するだけだ。この夢を、この僕の夢を、パライバ様の世界を汚す者は、父上、そしてメテオライト、誰であろうと許さない。私たち全員を強制的にリンクアウトさせるなんて。なんてスピリアの強さだ。器よ、お前のスピルーンには我が主リチア様が宿っている。心して納めよ。待ってくれ、その怒りのスピルーンを戻すのは。琥珀、貴様ら、よくも僕のスピリアを覗いたな。もうやめよう、カルセドニー。お前の思いも俺と同じじゃないか。一人の女の子を守りたい、それだけなんだろ。違う、パライバ様を一階の少女と一緒にするな。パライバ様は、ライバ様、僕はなんということを。お願い、カル、シングさんの話を聞いてあげて。あのさ、僕さっきから超気になってるんだけど、マリンさんがパライバ様ってことはもしかしてさ。そこを動くな、結晶騎士カルセドニー。貴様がパライバマリンドレ皇帝陛下に暴行を働いたとの通報があった。第一級反帝国罪の容疑で我ら帝国軍が貴様の身柄を拘束する。うわわわわわ、やっぱりあの人皇帝陛下だ。この私が第一級反帝国罪だと。わかった、パライバ様を傷つけたのは事実。投降しよう。いけません、カルセドニー様。今の状況で軍に拘束されれば清掃の道具にされるだけです。ここは一旦引いて状況を確かめましょう。話せ、バイロクス。僕はパライバ様を傷つけた責任を取る。気を失われたか。無理もない、これだけの数の相馬使いを強制リンクアウトさせたのだ。そこの結晶騎士、相馬を武装解除しカルセドニーを引き渡すのだ。断る。眠ってしまわれたカル様をベッドへ運ぶのは昔から私の役目なのでは。もう一つのスピルーンも返せ。カル様に代わって言っておく、貴様との決着は必ずつける。覚えておけ、メテオライト。逃がさんぞ、結晶騎士め。ん、こいつら手配書にあったリグナトル駐屯地を襲った相馬使いたちではないか。やっべ、もう手配書まで回ってんのか。俺たちもずらかるぞ。待て、貴様ら、緊急伝令だ。重大犯罪者2組が帝都内を逃走中。至急帝都城門を封鎖せよ。聞け、軍の緊急伝令である。重大犯罪発生につき、これより帝都の全城門を閉鎖。
あらゆる人員の出入りを禁止する。手配は2組9名。1組は皇帝陛下への暴行および反帝国活動の容疑者、結晶騎士カルセドニー・アーカム、同じくパイロクス・バローズ。もう1組はリグナトル駐屯地襲撃者シング・メテオライト、および同行の総末会6名。なお結晶騎士カルセドニーの反帝国行為に関連して帝国はバレイヤ協会の活動停止を決定した。どうした貴様ら。報告、結晶騎士2名が先ほど縄文を強行突破、北方へ向かいました。おそらく北の生徒プランスールへ向かったと思われます。遅かったか。結晶騎士への対応はプランスールの軍本体に任せよう。だが総末会たちはまだゲート内に潜伏しているはずだ。正門を閉じ、絶対に外へ逃がすな。はっ。帝国軍より手配書の配布である。手配中の人物を発見した者は直ちに軍へ報告されたし。僕も指名手配されてる。もうダメだ、お尋ね者が宮廷画家になれるわけないよ。カルセドニーたちは北の生徒プランスールへ向かったようね。このままだと教会と軍の戦争が始まっちゃう。クソ、どうすればいいんだ。カルセドニーを追うどころか帝都から出ることもできない。縄文の強行突破を提案する。現在の戦力ならば数名の死亡者を出す程度の損害で脱出可能だ。数名の死亡者？何バカ言ってるんだよ。そんなことできるわけないだろ。なんでそんな冷たい計算ができるんだよ。自分は我が主のために現状の正確な分析を行ったまで。器の少女のスピルーンを取り戻さねば我が主の回復はない。その事情はそちらも同じではないのか。ベンリア・ガネット、もしかして彼なら脱出を助けてくれるかもね。確かにあの怪しいおっさんなら可能性ありそうだ。よし、ガネットを探そうぜ。ガネットってイネスの手紙を届けた？あの人が助けてくれるの？おめえが教会にとっ捕まったとき、助け出す知恵を貸してくれたのはあのガネットなんだよ。へえ、そうだったんだ。よし、じゃあ行ってみよう。ばらまいた僕たちの手配書なんだけどさ。え？俺たちの手配書？どれどれ。いや、見ない方がいいよ、スピリアが傷つくから。じゃあビリルが読んでよ。いいけど、確実にスピリアが傷つくと思うよ。そんなにひどい内容なの？リグナトル駐屯地襲撃容疑で以下の7名の総末会を S 級指名手配とする。シング・メテオライト、片手剣型総末会、特徴子供っぽい顔と言動。翡翠ハーツ、早急型総末会、特
特徴、ふてぶてしい態度、シスコン。ガラド・グリナス、斧型の相馬使い。特徴、おっさん。正体不明の鎧の男、腕型相馬使い。特徴、無口、無表情、不愛想。俺の特徴はおっさんかよ。嬉しかねえが、スピリアが傷つくってほどじゃねえぞ。ああ、案外普通じゃね？シスコンは余計だが。問題は僕たち女性陣だよ。イネス・ローレンツ、ついつい胸に目がいってしまい、所持相馬についての記憶はなし。特徴、圧倒的なバストと銀髪、胸の大きな美人、尾行、揺れる、とにかく揺れる。何それ、私のは胸のことしか書いてないじゃない。琥珀ハーツ、バトン型相馬使い。特徴、可憐な美少女、尾行、と見せかけて足癖非常に悪し、かなり凶暴、要注意。凶暴か。イネスと琥珀はまだマシだよ。最後の僕が間違いだらけでひどいんだ。ベリル・ベニト、ほうき型相馬使い。特徴、変な帽子、推定年齢10歳。尾行、一番捕まえやすそう、発見し次第集中して攻撃すべし。合ってるじゃねえか。合ってるわよね。間違ってはいないよね。僕の相馬はほうきじゃないし、変な帽子じゃないし、10歳でもない。なるほど、手配書を見た奴らはベリルを集中的に狙うのか。よし、ヤバくなったらベリルをおとりにしてみんな逃げようぜ。